はい、皆さんこんにちは、ナイリングルビッシュです。今回プレイしていくのは信長の野望創造のパワーアップキット PS4 版で徳川家康関ヶ原の戦いシナリオの第2回目ということで続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、関ヶ原の戦いで勝利して、今回からはですね、いよいよ各大名の攻略にかかっていくというところになります。現在はですね、こちら織田家攻め、さらにはこちら太田攻めというところを今進めているところになります。それでは早速続きをやっていきましょう。重荷を負う覚悟、わしにはできておる。皆の者、手を貸してくれ。かしこまりました。さあ、ここで回線をして一気に敵の兵力と敵の数を減らしていきましょう。この城前で戦いに勝つとですね、何がいいかっていうと、縄文の敵の耐久を減らすことができるんですね。なのでとってもいいです。そしたらこの島峰城のところにかかっていきましょうか。ちょっと兵力がね、少ないのが気になるんです。承知いたしました。お任せください。これで回戦していきましょう。ここで勝てば耐久を絶対減らせるはずなので、進め。お任せください。さあ、これで耐久を少しは減らせるはずですね。といっても味方の自体数も少ないので100しか減らせないという。小爪を出さないとちょっと厳しいかな。ご命令くだされ、報告いたします。そしたら軍団の方に攻略の指示を出しましょう。山内和豊の方には指示が出せなくなってますね。となるとしょうがないので、家康の本軍から人を出していかざるを得ないですね。どんどん出していきましょう。やっぱり一刻も早く京を抑えたいので、どっちにね、力を入れるかというと、やっぱり西側ですね。こんなところでいいですか。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。出陣します。待機せよ。出陣します。任
せください。表情を始めましょう。報告いたします。でこの近畿一帯を滑る軍団、これ非常に重要なので秀忠に任せましょう。まあ優秀かどうかは別として、家康の跡取りですからね。敵を追い詰めるぞ。出るとするか。ここは強攻めをしていきましょう。戻れ。お味方が捕縛されました。我が道を開けよ。皆我に続け。戦場へ参る。内政は一旦推奨命令を行っておきます。で、そうこうしているうちに援軍部隊が到着しそうですね。岩槻城に出陣するぞ。我が道を開けよ。表情を始めましょう。報告いたします。軍団の方には攻略の指示を出していきます。出陣します。いざ戦場へ。多いしたけど足りないのかな。ペースであれば強攻めします。で余ってる部隊は島峰城の方に。承知いたしました。表情を始めましょう。報告いたします。と思ったらちょっと兵が足りないんだ。じゃあやっぱりここは分散させるよりもこの内気城と岩村城ですね、この2つを攻めましょう。で内気城がこちらに下ったということなので、これを島峰城の方に差し向けましょう。承知いたしました。我が道を開けよ。坂井家継をお待ちしたします。そしたら内政はいつもの通りやって軍団をもう一つ作っときましょうね。太田を攻めている軍団のところに軍団を1個作っちゃいます。でここ正信に任せましょう。で軍団の攻略方針ですが、ここは当然太田になりますね。佐竹が、ごめんなさい、今まで攻めてたのは佐竹です。我が道を開けよ。男と言ってもこんなものですね。出陣します。敵将さ、捕らえた。岩村城を残したので、このまま島峰城の方に手を差し向けていきます。かしこまりました。敵を追い詰めろ。逃げた
ければ逃げなさい。敵将、捕縛しました。表情を始めましょう。ここまですごく順調に来てますね。これで織田家を滅ぼしたので一旦家を収めましょう。消耗してますからね。どういうこと。騎乗する、騎乗する、騎乗する、騎乗する。で次の表情で軍団の再編成をしていきます。軍団を一旦全部解散させて、で軍団を一から作り直します。まずはこの近畿地方の南部、和歌山県とかね、その辺りを滑る軍団。これ4つの城があるんですけど、この4つの城を束ねる軍団として桑山さんにお願いしましょう。で近畿、ここ最重要ですね。ここに、秀忠、ここがね今日攻略の足がかりになりますからね。で東海道、ここは山内さんにお願いしましょう。あと伊藤勝とかでもいいですけどね。あ、安政とかにしときますか。榊原安政で、さっき佐竹を攻めている部隊として作ったここの軍団ですね。ここの軍団をもう一度大きく作り直して正信に任せましょう。で攻略の指針もね一緒に出てきます。であとはもう石田三成大包囲網ということで、攻撃を仕掛けていきたいと思います。畑も滅ぼしましたね。我らに撃てぬ敵はありません。敵将は結構優秀な武将が多いので、まるっと投与していきましょう。ご命令くだされ、報告いたします、報告いたします。で佐竹を攻略したので次の攻略目標をどっちにするかな、まあ、伊達とはね結んでおきたいっていうのもあるので、伊達とは外交で金を握らせときますか。伊達はもう大丈夫なんだな。となるとあと上杉か。上杉の前に周辺の勢力は攻略しておきたいですね。成瀬の部隊をどうしようかな。この上田城に、宇治勝だけじゃ無理か。いやいいでしょう、一旦上田城は忘れましょう。続きなさい。でこっからですね、さらに部隊を派遣していくところを決めていかなきゃいけないんですが、攻略目標をどこにするかですね。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。どこにしようかな。敵将捕らえました。人手不足なんだよな、どこも。ご
命令くだされ。内政はいつもの通りなので、報告いたします。まだ騎乗が済んでない部隊がありますね、いくつか。騎乗する。戻ります。騎乗する。郡上八幡に敵が我が領内に向かっております。ちょっとせっかく取った郡上八幡を失いたくないので様子を見ましょう。ちょっと耐えられないかな。援軍の要請をしますか。金森家に援軍の要請をしたので、まあこれで、やるだけのことはやったということで、まあこれで落とされたらもうしょうがないですね。我が作家上田城を落としたのか。男と言ってもこんなものですね。敵将捕獲しました。出陣します。上田城を落として真田滅ぼしたのがでかいな。武将がね、正幸幸村ってすごく優秀なので、その2つの武将がこっちに味方してくれるっていうだけでもだいぶ大きいですね。それでは兵が整ったので、いよいよ石田攻めに入っていきましょう。まずは長島城の攻略から入っていきます。まあ持てるね部隊だほとんどを持って攻撃に入っていきましょう。で長島城がね当然目標にはなるんですけども、長島城だけを狙ってると兵が溢れてしまうので、大垣城もね並行して攻略していきましょう。初戦が非常に重要になります。でさらに亀山城まで軍勢を繰り出していきましょう。この初戦で勝てれば三成の方も一気に瓦解させることができると思うので、我が戦お見せしましょう。お見せしましょう。で、推奨命令で内政は終えます。で配属で武将がいないところがあるというので、そういうところにはやっぱりね人をちゃんと入れていかないと発展していきませんからね。こんなとこでいいですかね。さあそれでは続きを見ていきましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。兵を遊ばせとくと本当にもったいないので、もしね空いているところがあるんであれば積極的に攻勢をやっぱり仕掛けていった方がいいと思いますので、浅野は今のところこちらに組みしてくれているので無視しましょう。よし、長島城を取りましたね。敵将捕らえたり。
長篠城を取ったんで、長篠に集結してる部隊を止まれ沢山に派遣していきますか。いや、亀山が先ですね。亀山城へと兵を進めていきます。始めるぞ。お任せください。待機せよ。ご命令くだされ、報告いたします。お任せください。さあ、これでゴリ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 攻略していきましょう。出陣するぞ。出るぞ。一気に芝勢も動いてきたな、ここに来て。ではここで回戦をして、城の耐久を一気に削っていきます。がどれくらい減らせるかですね。100まで減らせた。これは大きい。出陣する。戦場へ参る。敵を追い詰めるぞ。我が戦、あっという間に城が落ちる。出陣する。表情を始めましょう。報告いたします。で、野戦に引きずり込んだので、神山城を落としましたね。野戦に引きずり出したっていうのが大きかったかな。そしたら今度は沢山城の方に兵を進めていく部隊と、どうしようかな、八幡山城、あるいは長浜城、まあでもやっぱり沢山城ですかね、最初は。お任せください。で、石田と豊臣が喧嘩してますね、この感じだと。まあ、徳川としては非常にありがたい展開。かしこまりました。始めるぞ。なので争ってくれてる間に伊賀上野城攻めにかかっちゃいましょう。承知いたしました。で、関東方面はどうなってるかというと、無事攻略は進んでますね。大垣を落とした。天気城を取ると通り道になってるんで、そこで兵糧とかを補給してくれるのでありがたいです。表情を始めましょう。軍団を編成していきたいと思いますか。今取った城を軍団に組み入れましょう。出陣する。助立ちいたす。お助けいたします。敵将捕獲した。敵将捕獲した。この辺りはね、1603年10を目標に
わしにはガンガン攻めていきましょう。捕らえたり目指すは二条城。どこを攻めようかな。次は大阪城は絶対無理なんで、そうなると有岡、もろい、大和郡山、どこを狙うか非常に悩ましいですね。まあでもやっぱり最初はね、伏見とか取り返しときますか。そしたら沢山を攻めてた部隊を中川へと派遣します。で家康はと言うと、さらに兵を進めます。稲の者、手を貸してくれ。で残りの石田の城は多くないですね。もう伏見、そしたらこの越名の部隊も先に進めて、このあとね豊臣との決戦が控えてるので、それまでにねできるだけ兵力を温存しておきたいですね。ご命令ください。で二条城がどこにあるんだ。大和郡山、山、大阪、有岡、もうあれ二条御所はもうなくなってるな、城としては。となるとどこを抑えればいいんだろう、ちょっとわからなくなってるけど、まあ京都一帯を抑えればいいんでしょうね、きっとね。ちょっと政策で総武事例はないんだよな。政策を取り行います。ないですね。まあそれそうだよな、まだその段階に来てないですからね。そしたらこのまま一気に飲み込んでいきましょう石田。いざ戦へ。出陣する。我に打てぬ敵なし。お助けいたします。ここは貴様らの地獄よ。三河武士の魂決して砕けぬ。敵将捕らえたり。表情を始めましょう。このまま攻略で良さそうですね。で加勢いたす。待機せよ。おお、ちょっと間に合わなかった。できればね、城前ではイベント回線ではなくても回線を仕掛けていった方が早く城が落とせるので、そうやっていきたいとは思うんですけど、豊臣とは戦ができない状態なんだな今。同盟関係にあると見た。かしこまりました。ちょっとそのあたり見ときますか。お任せください。豊臣は味方の連合に入っていると。なるほどね。命令を報告します。でこっちの方があんまり動きがなさそうだけど、どうなっちゃってんだ。軍団編成、これでいいですね。で
軍団の攻略の方針、まあ、いよいよ上杉と決戦ですね。そうなるとでは取っかかりのために攻撃をしてもらいましょう。で本体からも援軍を出してもらえますか。兵が集結しているところがあるかないと。ないですね。ここぐらいか。これはただ統制軍の中に入れたい。よし、敵を追い詰めます。我が策、戦場を制す。戻る。皆の者、手を貸してくれ。待機せよ。そしたら次なる家康の目標はちょっと遠いですけどね、根絶やしにしておく必要がありますので、石だけは。有子山城まで足を伸ばしましょう。かしこまりました。承知いたしました。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえました。1603年が養生を始めます。報告します。報告します。油断してたけど、ここ長浜城は兵数が足りなかったのに強攻めしなかったんで、もったいなかったな。ここですね。強攻めに切り替えていきます。これが我が魂、我が覚悟。表情を始めましょう。報告いたします。八幡山城を落としました。我に受けぬ敵です。は初だ。我らに打てぬ敵はありません。敵将捕らえました。騎乗する。有子山を落としたんで、残る石田の城は長浜、そして鳥取。鳥取城の耐久3300か。落とせるな。任せください。これで石田を滅ぼしちゃいましょう。始めるぞ。かしこまりました。長浜が落ちるのも時間の問題ですからね。さあ、これで1603年の3月になりました。報告いたします。
ません。敵将捕らえました。長浜城を落としました。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。さあ最後の石田の城、鳥取城攻めですね。城を始めましょう。報告いたします。重荷を負う覚悟わしにはできておる。逃しません。表情を始めましょう。先月の終始です。助立ちいたす。いざ参ろう。三河武士の魂決して砕けぬ。敵将捕らえたり。打てる敵はありません。敵将切り替えます。捕らえました。ご命令ください。報告いたします。そしたらちょっと時間かかりそうなので軍団の再編成をしていきましょう。で攻略の方針ですね。兵糧が突きかけてますけど、まあ、このまま鳥取城は力攻めで落としましょう。落とせ。よし。三河武士の魂決して砕けぬ。逃しません。石田を滅ぼしたので我が戦お見せしましょう。まあ、基本全員登用ですね。さあお見せいたす。表情を始めましょう。先月の終始です。で豊臣との停戦が残り1ヶ月になってますんで、停戦明けに一気に豊臣に攻勢を仕掛けていきましょう。表情を始めましょう。報告いたします。で本拠地は今ちょっと間違ってしまったところがあったんですけど、大丈夫かな。江戸になってましたね今見たら。
家康は一旦江戸に帰還させます。迂回させましょう。豊臣と今和解してしまって停戦になったので、停戦明けまでは、どうしようかな、どこを攻めるか。細川は庭かな。浅野ももう攻めちゃう。まる、我が策、戦場を制す。我が策、戦場を制す。表情を始めましょう。報告いたします。はもうね、あんまり細々とする内政の時期は過ぎてますので、あとはね、もう大軍を送り込むっていうことだけを繰り返し繰り返しやっていきましょう。この1603年中はかなり難しいと思いますけどね。敵が迫っております。軍議で援軍の要請をしましょう。勇気に会津若松城の防衛を依頼したいと思います。でさらに次の表情で、これぞ我が軍略、我が魂よ。軍団の再編成してるのか。特に東北地方の軍団がだいぶいびつな形になってきてますので、これをね、一旦整理しましょう。二つの軍団に分けたいと思います。これを忠義に任せて、北陸のね、本当にコアなところを誰に任せるかですね。いい直勝に任せますか。まあ能力はね微妙なんですけど、まあここまで来たら軍団武将っていうよりかはもう兵力でね決していくような感じになると思いますので、ひたすらね大兵力を送り込んでいきたいと思います。
将仕留めました。敵が我が領内に向かっております。我が策戦場を制す。敵将仕留めました。出陣するぞ。一気にね、我が戦見せしましょう。出していきましょう。表情を始めましょう。報告いたします。我が方の城包囲されました。敵将捕獲しました。我らに撃てる敵はありません。敵将捕らえました。敵将捕獲しました。ご命令くだされ。報告いたします。さらに進行の指示を出していきましょう。出るぞ。目障りな福島正則あたりもね、潰していきましょう。もう逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲した。いいな、おまさが死ぬか。ここで命令くだされ。報告いたします。ちょっとね、周辺の勢力見ときましょうか。まず毛利が兵数7万、でかいですね。島津が3万まで勢力を広げてきてます。で、豊臣が5万3千で、徳川が15万と、まあ抜けてますよね、やっぱり。で、どこを制したらいいのかというと、まあ大阪をね、取らなきゃいけないんでしょうけど、豊臣と戦う前に、この池田、福島、この辺りをね、叩いておきたいと思います。というわけで、進行作戦の開始。出陣するぞ。敵将フルっぽだよな。どう見ても勝ち目ないもんな、福島側に。出陣すると、表情を始めましょう。報告いたします。ちょっとね、福島正則を倒すところまでやったら、一旦ね、終わりにしたいと思いますんで、続きなさい。進めていきましょう。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。行きます。会えるぞ。ご命令くだされ。報告いたします。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。敵将捕らえました。我が戦ご覧に入れよう。出陣します。表情を始めましょう。報告いたします。うん、高取城に総勢12,600、これはいよいよ豊臣が動き出した。これぞ我が軍略。我が
ここでイベントですね。殿、今や我らの領土は広く、その名を知らぬものはございません。あと5カ国ほど領国を広げれば天下に御礼。なるほどね、あと5カ国か。5カ国っていうことはもう今年中は難しいな。1604年になってますね、いつの間にか。しかもで高取城を攻めてきてるのはやはり豊臣か。反撃に出ないとダメですね、豊臣を。ご命令くだされ、報告いたします。出陣します。さあ、福島をまずは潰しちゃいましょう。どうするか。出陣するぞ。あなた方はもう終わりですね。敵将、捕獲しました。逃げたければ逃げなさい。敵将、捕らえました。敵将、捕らえたり。一刻も早く福島を潰してしまわないと。豊臣の反撃が始まってるからな。これぞ我が軍略、我が魂を。さ、名古屋を落として。我らに撃てぬ敵はありません。残す福島の城は一つ。犬山城も落として、これで福島正則を潰しましたね。というわけでね、ちょっと長くなりましたので、今回石田、福島、池田、まあ、この辺りのね、大名たちを潰しました。次回はいよいよ豊臣との決戦になると思いますので、その模様をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。